どけどけっつってんだろ。何があった？なんで逃げてんだよ。知らんが、何かトラブルがあったらしい。ったく、俺に聞かないでくれ。なんだよ、おいらまだ眠いのに。暇なんてない。じゃな。え、あ、おい、どいつもこいつもオイラたちに構ってる暇がないみたいだぞ。なんなんだ。やっと見つけた。こっちに来い。よかった。クスト、ラベリューヌ、何があったのか知ってるのか。もちろん、君たち二人を探すためにわざわざ来てやったんだからな。何やら少しトラブルが起きてるらしい。できるだけここから離れて外に逃げろって公爵に言われてる。ラベリューヌが、君たち二人は来たばかりの新人だし、誰にも気にかけられずそのまま忘れられるんじゃないかって言うんだよ。ほら、よくあるだろ、逃げた後に人数を確認したら一人か二人足りないってこと。ん？そんなこと言った覚えは。むしろそれはそっちが。余計なこと言うな。はいはい、とりあえず俺たちについてきてくれ。そう、できるだけ上に行けって言われてる。まずいんじゃないか。まさかあれが。え、おい、どこに行くつもりだ。公爵に用事があるんだ。お前たちは先に行っててくれ。オイラたちのことは心配しなくていいぞ。おい、気をつけろよ。皆さん、直ちに避難してください。外へ避難を、外へ避難を。まずは上に向かってください。最上層に到達したら外に出て、ここを離れてください。案の定だな。そう言ったはずだ。何が。いいところに来た。だがすぐにここを離れてくれ。ここは長くない。
水中防衛ラインが時期決壊するとヌビレットさんに伝えてくれ。お前たちはどうすんだよ。あの方が到着するまで私たちが最後の砦だ。ここのゲートどれくらい持つと思う？そりゃ俺らの頑張り次第だ。旅人、今すぐ歌劇場に向かってほしい。もうじきフリーナがそこで召使いに会う。どうかフリーナを守ってくれ。くれぐれも彼女を召使いと長く二人きりにさせてはいけない。ああ、必ず。心から感謝する。サプライズ。様から話は聞いております。こちらへどうぞ。ヌビレット様からすでにお聞きになっていると思いますが、ここから先は武力行使に適さない場です。ですがそれでもできる限りフリーナ様の安全を守るようご尽力ください。ほう、フリーナ殿がおっしゃっていた貴賓は君たち二人だったのか。もちろん、二人はこの場に不可欠な存在だからね。デザートを並べた僕のテーブルの前に客人が二人もいないなんてありえない。それだとあまりに寂しすぎて僕の身分には不釣り合いだ。お会いできて光栄だ、旅人。ご高名を兼ねてから伺っているよ。私はファデュー執行官、召使い。君たちの席はもう用意してあるよ。さあ、僕の隣にかけるといい。私とフリーナ殿の習慣についてきっと二人はまだ知らないだろう。実はつい最近約束をしたんだ。時間があったら一緒にお茶を楽しもうとね。ほら、これはフリーナ殿が大変気に入っているケーキだ。毎日限定で16個しか販売されず、タイミングを逃せばすぐに売り切れてしまう。旅人とパイモンもぜひ召し上がってみてくれ。旅人、ケーキはどうだった？そうか、なら私も安心した。やはり講師の言う通りのようだ。君の好みは私とフリーナ殿と大して変わらない。最近彼はどう過ごしているのか。ここにいる皆も知っているだろう。講師が失踪したということをね。全く心配で仕方がない。彼が泳ぎに長けているといいんだが。ことなら僕からも一言付け加えよう。そのものの武芸はまあ悪くないものだ。うん。おや、フリーナ殿も彼の武芸について存じているようだね。ああそうだ、忘れていた。彼はまさに君の目の前で最高審判官
ヌビレット殿に裁かれたんだった。私の同僚はよそでも通用するくらいの腕前なんだが、まさかああいった人物を相手にするとは思わなかっただろう。ヌビレット殿の手際にはまさに感服せざるを得ない。そうだろうな、君であれば確かに調べられるだろう。そこはもっと喜ぶところなんじゃないか。もちろん喜ばしいことではあるが、いささか残念なのだよ。この情報をもう少し早く聞けていれば、私ももっと喜んでいただろう。だが、講師が失踪してから、すでに長い時間が経っている。おい。おや、どうしてそんな確証を持てる。だってオイラたち、あいつがメロピデ要塞を離れた手がかりを見つけたんだ。その手がかりはどこへ向かった。メロピデ要塞は水中に位置している。正門から堂々と出ない限り、水路を使って脱獄することになるはずだ。彼が無事に海底から離れられた証拠を見つけたというのか。ほう、それはいいことだ。つい先日、彼の妹のトーニャからここフォンテーヌに手紙が届いた。残念ながら彼はいなかったため、私が代わりに受け取ることになったが。そうだ、教えてほしい。彼が普段どんな風に変身しているのか。拝啓、親愛なるトーニャ。俺は今歌劇場の前で街の景色を堪能してる。こんな感じでいいのだろうか。手紙というのはある程度の型があるものだ。内容さえ正しければ、どんな書式でどんな言葉を使っても。あれ、カップの中身が揺れてるぞ。これもきっとある種の予兆だろ、フリーナ殿。その言い方よく理解できないんだが。予言が次の段階に入ったんじゃないか。ご苦労、あとは私に任せるといい。本当にお一人で。問題ない。へえ、この状況に対処できるってことはやはりもしくは責任感が強いだけってこともあり得るか。一理ある。予言の日はいつか訪れるかもしれない。だが今ではない。一種族さえ容易に滅ぼせる太古の力、果てなき災厄は憤怒の発散に等しい。この度の審判はあまりに壮大ゆえ、採決に参加できそうにない。
どうやら中の問題は解決したようだ。つまり俺らもしばらくは大丈夫ってことだな。ああ、しばらくは。今回の賭けは俺の勝ちってわけだ。さて、景品をもらおうか。確かに、あなたの言った通りだった。賭けをしたのか。あんたが一人で来るか、大勢を引き連れて来るかな。一人で来るはずないって、クロリンデさんは思ってたのさ。立場上、そうあるべきだと思った。けど、この件の機密レベルは、私の予想を上回っていたようだ。あんたもそろそろ、機密性の高い仕事に慣れてきたじゃないか。法廷ってのは、そういう場所だからな。それで？賭けに負けた者は何を渡すのだ？茶葉か？公爵の執務室に、茶葉などいくらでもあります。法典を送った方が有意義なはずです。なんだ、俺の法意識が低いと皮肉ってるわけじゃないよな。公爵はメロピデ要塞を法の及ばない場所として扱ってはいなかったと思うが。ここには法典に興味を持つ者などあまりいないと思っていたが。さっきの話は冗談に決まってるだろう。で、水の上にはまだトラブルが残ってるのか。急務があるのでしたら先にお戻りください。あなたがパレメルモニアを長く離れられないことは我々も承知していますから。ああ、向こうも順調だといいのだが。いいだろう。おままごとはここまでだ。フリーナ殿、神として先ほどの事象が何なのかを完全に把握していることだろう。それともそれはあくまで私の憶測に過ぎないのかな。君のその表情を見るに私の考えが間違っているのではと疑ってしまうのだが。何が言いたい。この後に及んで外交的な立場で話す必要もないだろう。フォンテーヌ人の一人として言わせてもらう。予言にある内容が少しずつ現実になってきている今、それについて最も把握しているのは君だ。にもかかわらず君はここでのんきにお茶を飲み、ケーキを楽しんでいる。まるでガーデンの中に虫が数匹迷い込んだくらいにしか考えていない。このままで本当にいいのか。予言は全ての人の頭上に吊られている剣だ。あらゆる勢力が災いを防ぐ方法や自分を救う方法を模索している。ハウス・オブ・ハースの孤児たちでさえこの故郷を救おうと尽力しているのだ。それなのに君は、魔人フォカロルス、君は終始何の動きも見せない。驚くほど悠長に構えている。違う。僕は予言を軽んじたことも、悠長に構えていたこともない。今の発言を撤回しろ。神に対して勝手な憶測をするなど、不敬極まりないぞ。いや、私一人だけではない。フォンテーヌに住まう数多の民たちが、同じ疑問を抱いているはずだ。水の神よ。君はどのようにして彼らを救い、私たちを救うつもりだ。君が庇護すべき民たちは、いかにして、この時期沈んでしまう土地で生きればいい。僕は、もちろん方法を用意してる。これまでずっと、そのために努力してきた。僕のことは軽視してもいいが、僕を否定する資格など、君にはない。フォンテーヌは必ず救われる。今はまだどんな未来になるかは見えないけど、このまま続けていけば僕は誰にも恥じることなく胸を張れる。ならば問おう。フリーナ殿が言う努力とは、それはどこで見られる。僕は
予言と同じく、すべてはその時が訪れれば開示される。君はただ、それらが見えていないだけに過ぎない。なるほど。さすが神だ。その努力とやらが、私たち凡人には見えないものだとは。では、僭越ながら質問の仕方を変えさせてもらおう。フリーナ殿、開示できる部分だけを私たちに教えてもらうことはできるだろうか。例えば、そう、この災いに対する措置とか。措置は。その表情から察するに、まさかこれも言えないと。措置も秘密にすべき内容だ。では、少しヒントをあげよう。君たちの油脂祭帝カーディナルは、一体何のためにあるものなのか。今まで蓄積してきた膨大な立証混合エネルギーは何に使うつもりだ。油脂祭帝カーディナル？それはただ見ての通り。君もよく理解していないと、そういうことかな。私の推測が正しければ、ある計画を企てている者がいる。ただ残念ながら、それは君ではないようだ、フリーナ殿。リネが歌劇場にいた時、ほんの少し油脂器に近づいただけで、大量の立証混合エネルギーが付着した。それで、このことに気づいてね。この件も君とは無関係となると、水神様ともあろうお方が、まさか本当に何もしていないわけじゃないだろうね。おっと、なるほど、そういうことか。最高審判官のヌビレット殿がお茶会に出席していないのを見るに、彼はフリーナ殿に命じられて何かトラブルの処理をしているのだろう。あ、そうだとも、そういうことさ。このことは内密にしてくれ。それは無論だが、最高審判官殿がそばにいないとなると、フリーナ殿もさぞかし自信を失うようだ。さて、話はここまでにしよう。まだケーキが少し残っている。そちらの皆さんで召し上がってくれ。旅人、先日最高審判官殿に面倒な仕事を任せられたと聞いている。どうぞケーキをもう一つ取ってくれ。苦労した者は報酬と感謝を受けるべきだからね。パイモンも、さあ。ありがとな。じゃあ遠慮なく。この僕のテーブルに乗るデザートはどれも一級品だからね。あ、そうだ、召使いが美味しいケーキを持ってきてくれたことにも感謝しないと。礼は結構。ここにいる皆さんに味わってもらえるのはケーキにとっても本望だろうからね。私はただフリーナ殿の好みに合わせて一緒にお茶を飲みながらおしゃべりできるチャンスを用意したに過ぎない。さて、もういい時間だ。今日のお茶会もそろそろお開きにするのはどうかな。私はまだ用事があるので先に失礼させてもらおう。よかろう。ではお開きだ。旅人、もしよければ私をそこまで送ってくれないだろうか。最後の数分間で少し講師の話がしたい。このお茶会、想像以上に、ん？ああ、コホン！なぜ僕のことをそう見つめている？何か用でも？特になければ、僕は休ませてもらうぞ。